はい、ですね、突然始まりました。ただいま、道に迷っております。ここは、市川のあたりです。でですね、今日はですね、タコイチさんに行こうと思って、初めて来るんですけどね。で、ほら、前回携帯を落としてぶっ壊したじゃないですか。iPhone ね。それで、ちょっとこれ今ね、私がメインで使ってる今 iPhone を目の前にナビでつけてるんですけど、これこうやって使うとほら壊れちゃうんで、でデザリングして古い iPhone 使ってたんですよ。でそれこの間落っことして壊しちゃって、で Android のね、ちょっと安いやつを買ってですね、でデザリングしてそれ今使ってたんですけど、どうもね具合が悪いと。デザリングはできてるんですよ。で Google マップも表示されてるんですけど、音声ナビが出ないんですよね。で結局まあそれでとりあえずナビ入れたんでって走り出しちゃったら音声ナビしてくんなくて、でまして外観が今日ね、渋滞プラス事故渋滞プラス落下物渋滞みたいな、今ねもう1時間半ぐらい走ってるんですけど、全然もうやっと今市川に降りて、でもナビがもうどうしようもないので音声聞こえないとね、で電源も入ったり切れたり入ったり切れたりしちゃうんで、このメインの、携帯をつけたと今いうわけですよ。で全く今どこにいるんだかわかんないんでね。道の駅はほら一回俺行ってるじゃないですか。道の駅もどこだかわかんないんですよ。道の駅から近いらしいんだけど全然わかんないんで、今ナビでタコイチさんを入れて、でだから高速もさ、ナビがさ、デザリングしてた携帯がさ切れちゃってたから、どこで降りていいかわかんなかったので、まあ市川って名前が出てたんで市川北っていうところで今降りたんだけど、でなんとなく降りて、このあでもほら、もうゴールはもうすぐだな、もうすぐだな。道の駅はどこ行っちゃったんだ。道の駅が気がつかなかったんだよな。ってことは俺通り越したのか。市川北で降りるのは正解だったみたいだな。うん。でね、まあもうちょっとで着くんで、ちょっとまあこのままじゃあ切らないで、まあちょっとタコイチさんの前まで行きますか。ですね、まあ皆さんね、SJ さんをはじめ、タコイチさんにいらっしゃってるので、で自分もね一回行こうと思いながら、やっぱりちょっとね、やっぱりこの外観がですね、上も下も混んでるんですよ。特にこの月曜日は週明けでね。でなかなかね行こうと思って行けずじまいでいたんですけど、まあ、今日はちょっと意を決してね、もう渋滞でも何でも行ってやろうということで来ましたけど、やっぱりね、まあ、事故渋滞もあったんですけど、いや外観の渋滞このバイクきついわ。なんせ俺すり抜けするの逆に怖いんで、すり抜けしないんですよ渋滞の中でも。いや疲れるわ、もうフラフラしちゃって、もうストップ&ゴーはさ、やっぱりさね、疲れますね、重いから特にフラフラしちゃっても倒しそうになるよね、止まった時にね。で道の駅はどこだったのかな、全然道の駅が分からねえな。あ、そうそう、道の駅市川でね、今年の元日ですか、タコイチさんにはね一度市川でお会いはしたんですよ。お会いはしたので、まあ、初めましてではないのですが、お店に行くのは初めまして。これ曲がるのかな、右に。これ右っぽいね、これ右だね、これを右だ、これを右行って、あんま近いんじゃないの、あんま近いだね、
そうなんですよ。元日にね、ちょっとお会いはしたんですけど、で店の場所もね、結構チェックはしてたんで、ずっとこのフラグはね、Google 先生にはね、マークはしといたんですけども、道の駅から近いなーっていうのは思ってたんだけどな。もうちょいじゃないですか。どっち側で、右側になるのかな、道が。こうやって止められるのかな。あ、ここだ。ここだね。ちょっと聞いてくるか。どこで見てんだろう。あ、ここなんだ。これはバイク止められないね。この場所じゃ。こんにちは、ボノです。どうも。バイクってどこ止めれば。はい、大丈夫です。ここへどう、はい、こちらでもいいし、この脇でも。あ、こう横に止める感じ。はい、立ってここでも大丈夫。大丈夫。あ、わかりました。止めやすいように。すいません。あんまり道路に出さない方がいいもんな。よし、これだ。これで大丈夫でしょう。おー、危ねえ。到着です。どうもどうも。どうもどうもどうも。あ、ここですね。どこ座っていいですか。どちらでも大丈夫です。大丈夫ですか。はい、すいません。いやありがとうね。誰かなと思って分かんないですよね。じゃあどうも。はい、富士山行ってきましたよ。念願のね。はい、念願の富士山行ってきました。美味しかったです。あれ、なんていうのだっけな、食べたの。忘れちゃった、名前。あれ、なんだっけ、後で調べよう。美味しかった。唐揚げもね、唐揚げはこの間、ちょっと、モーリーさんからいただいて食べたんですけど、自分はね、ああいう竜田揚げが好きなんですよね。小麦粉よりも片栗で揚げたやつね。いや、美味しかった。あとたこ焼きのあのお好み焼きみたいなやつ、あれね、あれいいっすね。いや、もうお腹いっぱいっす。はい、というわけで、今バイクをね出すのにもう息切れしちゃって、よいしょ。はい、たこ焼きさんでした。はい、というわけで、今またこれ外観入りましたね。たこ焼きさんからのまたこれ市川 北から入ったの俺今、ちょっとわかんないけど、ですね、この後、三郷の方に行きます。外観、あれ、もしかして俺高速乗んなくてもよかったの。乗っちゃったけど、まあいいや。三郷行きますね。1414カフェさんに向かいたいと思います。たこいちさんとね、だいぶお話しさせていただいて、自分も
そうですけど、まあ、同じね飲食店やってるということで、まあ、そういったような話もね、ありまして、ついつい長居をしてしまいました。あのすいませんでした、はい、いやでもね大変ですよね、まあ、自分も大変だけど、商売ね、特にこのコロナ騒ぎになってからいろいろこうペースがね、なんかおかしくなってきちゃって、いやあのねそれに輪をかけてやっぱりねお一人でやられてるっていうのがね、いや大変だなと思います。であのね自分はね一人じゃできないですね。あの何年か前にね、ある時そのスタッフが誰もいなくてランチタイムをね、あのうちあの1階と2階店あるけどさ、あのその時はもう2階はやめにして1回だけの、営業でね一人でやったことあるんですけど、もうねボロボロでしたね。もう水はねあのひっくり返してお客さんにもろにぶちまけてしかもあの笑い事じゃないですよ、あのコップに入った水じゃないですよ、あのお水注ぐピッチャーあるじゃないですか、あのピッチャーの水ぶちまけちゃったことがあってね。いやもうねあの時以来私はもう誰もスタッフがいなくて自分一人の時はもう店を開けないっていうふうに決めましたね。無理ですね、一人二人のお客さんならいいですよ。でも店開けたらさ、まあ、下のねうちの店の下だってさ椅子は12席あるわけですよ。ってことはマックス12人入るわけですよね。それがさ一斉に入りゃいいっすよ、12人まだね。それはもう2人とか1人とか交互に入るわけじゃないですか。そうスパゲッティ作りながらお水出して注文取ってなんてね無理ですよ。もう絶対やりません1人では。って考えるとね、いやすごいと思いますよ、1人でやって、で、ね、目の前にある学校のそのお弁当の注文も受けて持ってって、いや購買にも出してで戻ってきて店やってなんてね、いやすごいわ、本当すごいと思います、はい、そんなことでじゃあ一音一音カフェさんに向かいたいと思います。はいはい、ですねこれ今、何ですか、葛飾大橋を、また市川方面に走っております。はい、タコイチさんに大変なものを忘れてしまいまして、今引き返しております。はい、いやもうダメですね。話に夢中になって、大変な忘れ物をしてしまいました。というわけで、急遽高速を三郷で降りてからまた、外環下を、市川方面に戻っております。いやー忘れ物回収です。いやーお恥ずかしい、もう本当にお恥ずかしい限りでございました。はい、というわけで、一音カフェに再び向かいたいと思います。はい、それでは後ほど。はい、約1時間ぐらいのロスタイムかな、40分45分ぐらいのロスタイムかな、ということでさっきそこまで来てたんだもんね。そこまで来てまた市川に引き返すという、どこ曲がるのこれ、あ、もっと先なんだ、この、インターチェンジ、ジャンクション越えてから右に曲がれってことかな、ですね、Google 先生よ、次か、次の信号か、これ、これだ、これだね、うん、はい了解、よいしょ、あの青缶かと思った。まあ
三郷のあたりはね、なるべくこう近寄りたくない場所ですよね。混んでるから。これどうすんの？あれ、これ右折であそこ行っちゃった方がいいのか。そうだね、右折でひょいって入るのかな。入れねえか。やっぱぐるっと回んなきゃダメだね。ダメそうですな。うわ、怖い。こっちへ行きたいんだよね。よいしょ。こういうこと？こういうことかな。到着しました。はい、一音カフェさん行ってまいりました。はい、コーヒー濃いめの深入りコーヒーと、なんだミルクまんじゅうだったかな、いただきました。はい、美味しかったです。結構ね、平日でお客さんあんまりいないのかなと思いきやですよ、もうライダーばっかり続々といらっしゃいまして、1,2,3,4,5,6人、すごいですねこの時間でね。まあ結構みんな東京外環自動車道です、こう混んでる時間を避けてきてるのかなっていう感じでね、みんな2時ぐらいからこういらっしゃるような感じで、10km 道なりです。はい、というわけで、これで私は、帰りたいと思います。あのね、ここのさ、モトラックにさ、ここのボルト頼んであったんですよ。で、今日入ってれば帰りに取りに寄ろうと思ったんですけど、今電話したんだけど、なんか折り返し電話しますみたいな、ちょっと見当たらないみたいな話だったんで、多分入ってないんですね、またね。というわけで、折り返しの電話を待っていてもしょうがないので帰ろうかなっていうところですね。あのね、やっぱりね、セットバックちょっと2センチ上げとか 2.5 センチ上げぐらいで、セットバックしたいんですよね。たまたまね、この間モーリーさんがちょっと寄ってくれた時に、モーリーさんのGS ちょっとね、ただまたがるだけね、またがらせてもらって、でその時に結構ね、近かったんですよ、ハンドルが。あれと思ったら、やっぱモーリーさんもセットバックしてて、なんか、あ、いいな、この感じっていうんでね、やっぱり自分もただ上げるだけじゃなくて、上げて手前にセットバックする感じが、多分しっくりくると思うんですよ。そう、モーリーさんのちょっとまたいでね、確信しました。というわけで、私もちょっとそれをやりたいので、ここのね、純正のこのボルト4本が必要なんですよ。だからそれがないことにはね、ちょっと付け替えられないのでね。え、どうしよう、森さんツアラテックのスペーサー入れたって言うんだけどな、どうすかね。安いのは 2,3,000 であるんですよ、スペーサー。それを入れるか、ツアラテックとか、純正オプションで3万円近く出すか3万円までしないか、2万円ぐらいかな。悩むよね、10倍だもんね。あ、電話出れるか、電話出れねえな。残念。もしもし、出れない。あ、出てた。はいはい、大丈夫です。どうでした。はいはい、ハンドルマウントご用意する。そう、ナビのステーを外した。ナビのね、ステー外しちゃったんですもん。あ、で、その外したところにつける、そうそう、今出っ張っちゃっててさ、ネジがこう4本入ってんじゃないですか、ステー用の。あ、もしもし、ごめんなさい、今ちょっと電話取ってくる。ごめんね、今ちょっと走りながらなんで、悪い。もしもし、聞こえない？
あ、今聞こえます。聞こえる？うん、外しちゃったんですよ、ナビは。もうナビのステイは、はいはい、でナビのステイのボルトだとほら上にネジが4本出ててさ、はい、出っ張っちゃってんじゃないですか。はいはいはい。それを普通のノーマルのボルトにするっていう。そう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 、うん、はいはいはい。それでですね、ごめんなさい、ちょっと入荷が本来だと1週間ぐらいで入れるんですけど、うんうんうん、ちょっと今なんか遅れてしまってて大変申し訳ないですけど、はい、曜日あたりには入るかなと思って、入ったら間違いなくちょっとこちらから連絡させていただきますので。わかりました。はい、申し訳ございません、はい、よろしくお願いします。失礼いたします、はい、はい、どうも失礼します。電話出れた。おお、電話出れるんだ。初めてだ。というわけでね、ボルトは入ってないそうです。まあね、まあいいんですけど、まあ、1週間ぐらいで入る、なんか在庫はその、なんていうの、いわゆる日本に在庫は確認したらあるんで、それでまあ1週間ぐらいで入りますよっていう話だったんで、ね、まあいいんですけど、1週間なんて。というわけで、やっぱりこいつをね、セットバックしたいんですよ。うん、まあそんなところで、本日は、タコイチさん、そして一音カフェさんに、行ってきましたという、まあちょっとなんだろうな、あまりこうね、あんまりこうなんだろうね。で、パッとしない動画ですいません。明日ね、明日ちょっと行きますんで、師匠と、梅かなみたいな、ちょっとその辺まだはっきりは分かってないんですけど、まあ明日もちょっと昼ぐらいからになっちゃうんで、まあ、軽くなんですけどね、そんなことで今日はこの辺でやめてきます。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。